フロンプチューライアイコンナムインシグニラムよりコノン、キ、ニューオメガニュー、ラテン語表記、コネン、全444年ゴロヒク全392年は、アテナイの帝徳。富裕な名門の出身で、全414年から、コリントスワン校の幼地ナウパクトスに駐在する、戦隊を指揮して、以来、各地を転戦。全406年に監視書を置いていたメテュムナの、救援に向かったが、 スパルタのカリクラティダスの艦隊に追われ、ミュテーレネで、包囲網を突破し、アルギヌサイの海戦に参加。全405年にアイゴスポタモイで、スパルタのリュサンドロスに敗れ、キュプロスをエウアゴラスのもとに逃れた。歴史家のネポスによると、アイゴスポタモイの戦いにコノンは居わさず、もし軍事に精通した、彼がいたならばあのような災いに陥ることは、 なかっただろうと当時のアテネの人々は疑わなかったという。アテナイが包囲されていると聞いて、ペルシア人で、コアジア総督のパルナバゾスのもとに身を寄せ、パルナバゾスの性敵であるティッサペルネスを、ペルシア王アルタクセルクセスに背いて、スパルタ人と結託しているとして、書面で断崖したことにより、王が心を動かし、ティッサペルネスを敵と宣伝し、 スパルタとの戦争を決意させることになった。全400年にスパルタとペルシアとが戦争状態に入ると彼はペルシアを助け、全394年にスパルタ海軍をクニドスに破った。その後、当初と沿岸のショポリスを開港しスパルタの東艦たちを追放した。パルナバゾスと共にスパルタに遠征し、翌年にアテナイに帰国して、 パルナバゾスに出させた資金で、リュサンドロスに破壊された城壁を再建。全392年に、スパルタがペルシアに接近するのに対抗し、ペルシアの将軍ティリバゾスのもとに施設として派遣された。ところが、ペルシア王に、無断でスパルタ側に寝返ったティリバゾスによって、投流していたサルディスで捕らえられ、逃れたが、間もなく死んだ。クセノーポン。 ギリシアシー京都大学学術出版会。1998年。31P クセノーポン。ギリシアシー京都大学学術出版会。1998年。44P クセノーポン。ギリシアシー京都大学学術出版会。1998年。47P クセノーポン。ギリシアシー京都大学学術出版会。 1998年、67、P、ネッポス。総書アレクサンドリア図書館英雄伝国文社。1995年、P60、ネッポス。総書アレクサンドリア図書館英雄伝国文社。1995年、P62、クセノーポン。ギリシア市一京都大学学術出版会。1998年、192P、ネッポス。 総生アレクサンドリア図書館英雄伝国文社1995年 P63 ありがとうございます。